と藤川ジェフと久保田と三人一つで JFK 体が悲鳴あげてもチームのために笑顔を絶やさなかった清原和博相手にフォークを投げて直球勝負に今回言われたその一言があったからメジャーへ行ってもコーチに行っても心の中の炎を燃やし続けることができた浮かれるわけなどないファンの思いも乗せた火の玉ストレートあなたがファンの心に灯してくれた炎はずっと消えない